仮想通貨の評価を知りたいとか、仮想通貨の相談を個別にしたいとか、まあ、そういうね、願いがある人多いと思うんですけど、今回はそういうものを紹介しようと思います。これね、案件じゃなくて、僕のお友達がやってるサービスなんですけども、集いっていうね、今プロジェクトがあります。で、これが、面白くて、他のね、ことであんまりやれてないことがやれてるのかなと思います。例えば、アルトコインの評価、これがどうなのかっていうのを第三者の目線から書いてます。で、これ書いてる人もかなり仮想通貨にいて、もう長い人、プロの方になるので、まあ、結構信頼できるなと思って僕も見てます。で、これね、無料のプランと、まあ、有料のプランによって、まあ、使えるサービスが違うんですけど、あとね、個別に LINE とかで相談できるような、サービスもあります。あとは、時価総額が200位ぐらいのコインで、今後メジャーコインになりそうなものとかをピックアップして、紹介するみたいな、そういうレポートを上げてるプランもあります。で、プランは無料プランと4000円のものと1万円のものがあります。これ月額ですね。で、僕は今ね、有料プラン入ってるんですけども、本当にね、役に立つし、ちょっと仮想通貨詳しいっていう人でも新しい発見とかあるので、ぜひ覗いてみてください。で、リンクはね、概要欄とかコメント欄に置いときます。で、今日、その運営やってる方から、動画をもらったので、この動画のね、後半に、その運営自身のね、解説を、気になる人はぜひ見てほしいなと思います。そしてチャンネル登録と動画のグッドボタンもよろしくお願いします。それでは、集いの解説です。どうぞ。はい。本動画では、集いスタンダードプランの分析レポートサービスの紹介をしております。まず、サービスの概要としては、分析レポートを週次と月次で2種類用意させていただいております。また、注目の銘柄としてですね、トップ銘柄、中堅銘柄、新規銘柄と各フェーズごとにですね、分析項目を用意しております。トップ銘柄がですね、仮想通貨の時価総額ランキング1位から50位、中堅銘柄が50位から200位、新規銘柄が直近でリストアップされた銘柄としてですね、それぞれリスクリターンが異なるフェーズになります、フェーズのものになりますので、最新情報を提供させていただいております。もちろんですね、ユーザー様によってトップ銘柄しか興味ないよという方もいれば、大穴を狙いたいんだと、新規銘柄に注目している方々もいらっしゃるかと思いますので、本レポートに関しては必ずしも全て読んでいただかなくても大丈夫かと思います。ご自身の興味関心のある分野をしっかりウォッチしていただいて、投資判断の一材料として使っていただけたらありがたいです。はい。ここからですね、実際に画面上でレポートのサンプルを見ながらお話できたらなと思います。はい。はい。最初のトピックとしては、トップ銘柄の分析分野ですね。こちらですね、直近7日間でですね、トークン価格が最も高騰したトップ銘柄について調査をしております。緑で書かれている上昇率というところが直近7日の上昇率になっております。こちらはなぜ上昇したかというところに関して、次のページですね。こちらで、要因を考察しておりますので、こちらの注目ポイントを見ていただくと、なぜ上がったのかというところが一目でわかるような格好で書かせていただいております。他にですね、注目のポイントとしては、市場規模のベンチマークの比較という項目を用意しておりまして、例えばですね、チェーンリンク、プラットフォームとレイヤー1という属性を持っておりますので、イーサリアムと比較した場合3倍ぐらいですね、イーサリアムの方が市場規模がでかいよというところが数字として出てきております。こちらはですね、逆に言いますと、チェーンリンクがイーサリアムに追いつけ追い越せ、事業が拡大していった時にですね、その乗り代として、見ていただくこともできるかと思いますので、そのような観点で見ていただけたら、いいかなと思います。はい。続きまして、コインマーケットキャップ、サイト内検索トレンド銘柄、新規リスト銘柄としておりまして、こちらは中堅銘柄と新規銘柄の調査になっております。コインマーケットキャップがですね、サイトの属性上ですね、トークンを購入している方々であったりとか、購入を検討されている方々が検索の窓口に、プロジェクト名であったりとか、コインの名前を入れるというような形で検索をするケースが非常に多いと思いますので、こちらの検索トレンドを分析しているようなトピックになっています。こちらですね、このまあ検索トレンドというものが長続きするかどうかというところが一つのポイントにはなっておりますが、こちらが仮にですね、長続きするようであればですね、このままですね、中堅銘柄がですね、トップ銘柄になると
いうような形で成長する可能性がございますので、このトレンドがどこまで続くかっていう観点で、下の方にですね、トレンドの要因っていうものも考察しておりますので、そちらも見ていただければなと思っております。続いてですね、コインマーケットキャップの新規リスト銘柄としてですね、今はですね、該当者なしと記載をしておりますが、こちらはですね、コインマーケットキャップに新規でですね、毎日のように、リストをこう、される銘柄というものが出てきてはいるんですけれども、まあ中でもですね、その新規リスト、まあ直近30日以内にですね、トップ20位に、すいません、200位ですね、200位に入る、中堅銘柄クラスに入るようなプロジェクトをウォッチするような項目になっておりますと。理由としてはですね、ほとんどのプロジェクトが大体新規でリストされたら1000位、2000位、3000位と、それぐらいの時価総額にはなるんですけれども、稀にですね、レイヤー1で行きますと、アプトスとか、そういったプロジェクトとかはですね、リストアップされてからすぐにですね、中堅クラス、トップクラスというところで、時価総額を伸ばしていくというようなことを、まあ、成し遂げているプロジェクトもありますので、稀にですね、ここにリストアップ、この週次のレポートでリストアップされる銘柄があれば、すごい注目度の高い銘柄として、ウォッチいただけたらなと思っております。はい。はい。続いて月次レポートの方ですね。月次レポートの最初のトピックとしては、トップ50銘柄のスコア分析としましてですね、トップ銘柄の分析内容となっております。こちらはですね、複数の海外のですね、仮想通貨に特化した格付け企業であったりサイトというものから情報を収集して、集い独自で、100点満点のスコアを作成しております。こちらは、まあ、前月比として、前月からどれだけ価格、スコアが伸びているかどうかというところをしっかり見ていただいて、トップ銘柄の、まあ、売買の際の一つの基準にしていただけたらなと思っております。この数字がですね、高ければ高いほど、直近でプロジェクトが、しっかり推進しているよというような形に捉えていただいて、差し支えないかなと思いますので、そのような観点で見ていただけたらなと思います。スコアについてはレポート解説のところで赤字で書かせていただいておりますが、複数の観点でスコアが点数が、まあ、採点されていますという形です。はい。まあ、他にもですね、月次レポートではいろんなトピックがあるんですけれども、注目いただきたいところとしては、有名 VC による資金調達最新情報分析としまして、仮想通貨に特化した有名な VC の大手 VC ベンチャーキャピタルの方々が直近1ヶ月で何に出資しているかというところを我々の方で調査をしておりまして、その中でもですね、注目を集めているものに関して3つピックアップさせていただく項目になっておりますと。で、こちらがですね、VC が出資する段階ではですね、本格的にサービスが動いていなかったり、トークンが未発行だったりするプロジェクトというのは往々にしてありますので、一応注目のポイントとしては、事業モデルが、まあ、現在の業界の動向に合っているかどうかであったりとか、この事業がですね、しっかりとしたバックボーンの人間が推進しているかどうかというところを星3つで評価をするという形で注目度を測らせていただいております。はい。まあ、このような情報をですね、いち早くキャッチアップすることによってですね、今後こういうプロジェクトは IEO、まあ、トークンセールであったりとか、今後エアドロップというものをしていく可能性がございますので、そこの部分をいち早く、まあ、狙い目と、として捉えてウォッチいただくような一つのきっかけになればなと思っております。概要ページも用意しておりまして、概要の他にはですね、運営メンバーの情報であったりとか、リサーチ担当私のコメントというものをそれぞれさせていただいております。このプロジェクトにですね、興味ございましたらですね、プロジェクト名のところにカーソルタップいただきますと、旧ツイッターアカウント、今 X アカウントになっているかと思いますが、そちらにリンクが遷移するようになっておりますと。なので、こちらの、まあ、SNS アカウントをフォローしていただいてですね、今後トークセールであったりとか、エアドロップの情報というものに関して、チェックするような、動線というものも敷いておりますので、興味関心が高いプロジェクトは積極的にフォローしていただいて、情報収集いただければなと思っております。このような形でですね、週次レポート、月次レポートを用意しておりますので、直近のですね、話題になっている銘柄をいち早くウォッチいただければなと思っております。
今後もですね、お客様のニーズに合わせてレポートの内容というものをカスタマイズしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひですね、一度スタンダードプランをご利用いただいて、ご感想を含めて様々なご意見いただけますと幸いです。それではこれで動画を終了させていただければと思います。